吉田さん、思ったことをアウトプットしないと前に進まないっていうのはあれじゃないですかね。まあ、なんか自分好みの女の子を見て、あ、可愛いな、好きだなと思った時に、そのことをね、アウトプットして伝えないと次の展開ってないじゃないですか。そういうことなんじゃないですかね。で、告白しなければ2つの現実が訪れます。一つは年を取ってお互いにその人に対して興味を失うってこと。もう一つは時間が経って他のやつが先にアウトプットしてそっちに行くってこと。いずれにしても行く末は悲しいということですよね。まあ、ですんでアウトプットすることっていうのは恋愛にも言えるんじゃないかなと思います。もうモテちゃうやつとか自分の好みの彼女をゲットするやつっていうのはアウトプットが早いですね。節操ないぐらい。いや、そのぐらいじゃないと短い人生で時間の流れに乗っていけないですよ。いってらっしゃい。